ありがとうな。
Thank you.
短期間でランクアップしやがった。いや、僕は何、お前みたいなひょろいガキがレベル2になれるほど冒険。おい、どんな手を使った。そうどうかした。元気、アルゴの男の知り合い。どこからどう見ても揉め事でしょう。ファミリア、何よ、かっこ悪。すみません、ごめん。別にいいわよ。それよりもアルゴノート君、一緒に買い物しよう。こらー、僕のベル君に何ちょっかいを出そうとしてるんだ。うわ、女神様。ベル君、どうだいこれ、いい香りだろ。え、はい、香水を買ったんですね。このぼったくりタウンでそんな買い物、経済観念がなさすぎです。うわ、スポーター君だって、これは地上に戻るために仕方なくですから。リリの買い物はと、お願い。はい、任されました。まったくサポーター君は。あ、そういえば神様は。ん、なんだ。昨日から雰囲気が少し違うように感じるんですけど。ああ、それは真意を抑えてるからさ。真意って神様の意向みたいなものですよね。バレたらまずいからだよ。誰に言って。そんなことよりもベル君、向こうにアクセサリーの店があったんだよ。
投げないでください。びっくりしました。すみません、誰かに尾行されていたのかと。尾行じゃなくて散歩をしていただけです。それに尾行されたくらいでナイフを投げるのは。神ヘルメスから私の話を聞いていないんですか？ヘルメス様から？いえ、何も。本当ですか？はい。なるほど、ただの偶然でしたか。あ、遅くなっちゃいましたけど、ありがとうございました。気にしないでください。私は遠からずここに足を運ぶ予定だったので。ここ18階層にですか？ここまで来てしまえばもう隠し立てする必要もありませんね。18階層には私が所属していたファミリアの墓があります。え？私の素性を知る者が現れたならいずれあなたにも知れるでしょう。自らの口で話せなかったことを後悔したくはない。身勝手ですが聞いてもらえますか？あ、私はギルドのブラックリストに載っています。え？冒険者の地位も剥奪されています。一時は賞金もかけられていました。どうして？仲間は敵対していたファミリアにダンジョンで罠にはめられ全滅。生き残った私は仲間を失った支援から敵であるファミリアに一人で仇討ちしました。一人で？あれはもう正義ですらなかった。復讐に突き動かされた私は敵対ファミリアに組みする闇討ち、奇襲、罠、そして私は力尽きました。すべてのものに報復した後、血に濡れて汚泥にまみれ、愚かな行いをした者には温かい手が汚れ切った私の手を握ってくれた。しつこいおせっかいを何度も焼かれ、私は生の道に連れ戻されてしまった。耳を汚す話をしてしまってすみません。そんな。クラネルさん、よければ仲間に花を手向けてあげ、きっと仲間も喜ぶ。はい、わかりました。Thank you.